こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、お客様からの差し入れを開封してみようのコーナーでございます。というわけで、先日私の先輩佐久間和之さんと一緒にライブがあったのでございますが、その時に来ていただいたお客様からこんな差し入れをいただきました。てでーん、ビレッジヴァンガードの袋に入っておりまして、振ったらドリンク的なさ、質感があんのよ。ビレッジヴァンガードの袋に入ったドリンク、どう考えてもこれ YouTube で何とかしてくれっていうメッセージが込められてるんでしょ。まあ、予想としてはデスソースのもう上のサドンデスソースみたいな感じのやつとか、この間飲んだドリアンサイダーの、さらにもうサイダーでも何でもないドリアンの原液みたいなやつとか、そういうのじゃねえかなって思ってるんです。怖いですね。てん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 、醤油？醤油の缶？え？プリン専用醤油ですって。プリンと醤油でウニになるですって。都市伝説的な感じで、プリンに醤油をかけるとウニの味になるっていうのを聞いたりして、人によっては本当になるとかさ、で人によっては全然違うじゃんってなったりするのは知ってましたが、これはもう堂々とプリンをウニの味にする醤油ですよって言い切っちゃってるわけね。なるほど。さあ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 、いや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 、試してみようじゃないですか。はい、プッチンプリン、本当でしょうね、ウニになるんでしょうね。ひとすくいしまして、いただきます。あ、なんだこの匂い、甘さとしょっぱさが同居してる匂いだよ。ちょっと待って、もう一回、甘さの割合は 20% くらいに抑えられちゃってるくらい、しょっぱくて美味しい食べ物になってますね。最初にさ、口に入れて噛んだりしてる最中はしょっぱい食べ物で、飲み込みました、で美味しかったで、今甘いプリンの味が出てくるのよ。あれなんだけど、醤油だけこのように垂らして舐めてみましょうか。あ、めちゃくちゃしょっぱい。プリンってただでさえ相当甘いじゃん。あのプリンを普通にしょっぱくて美味しいよねって思わすくらいの食べ物にするだけのしょっぱさがあるから、相当しょっぱいんだ。イクラとかを漬け込んだ後の醤油の残り汁っていう味になってる気もするな。そんで今日はプリン以外にも、なんとこちら、はい、お寿司も買ってき、ちょっとこぼれてんじゃん。というわけで今日は本当のウニのお寿司も買ってきましたので、このお醤油ですね、お寿司用のお醤油につけてまず食べてみましょう。美味しいね。では続いてもう一貫買いました、こちらのウニの、ウニの部分をイクラの上に移動させまして、こっちはこっちでウニイクラ軍艦にさせるみたいなことを楽しみつつ、こっちはシソだけが乗ったものにしまして、これの上にプリンをこう乗せつつ、これの上にプリン醤油をかけて、今と同じ味になったのか検証してみたいと思います。ちょろちょろちょろっといただきます。びっくり、なった、初めの3秒だけ。